ホームの横浜 FC のスターティングメンバーです。ゴールキーパーがブローダーセンです。中村拓海、岩竹、ガブリエルの3バック、中盤は手塚とハイネルが真ん中にいて、伊坂善意、亀川、長谷川、小川がシャドウ、サウロミレイロ最前線です。東京ヴェルディのスターティングメンバーです。ゴールキーパーが長澤です。深澤、宇野、カボニヘイス、平、奈良和の4バック、中盤加藤光健、井出、梶川、前は花と杉本、小池の3人です。ニアサイドそらしてファーサイド詰める、いいキック梶川持ってますけどね、いい場所に飛びましたよね。杉本狙ってきた、もういいんじゃないですかね。やっぱり触れるタイミングで足振るっていうのはすごく大事ですし、はい、まあ、東京ベルギーの方も構える得意は4-4-2ですね、はい、おお、よく見た、空いている亀川、折り返した、中村拓海、柔らかいボール、長谷川、チャンスが生まれますと横浜FCです。加藤です、フリーになっています。花と落としてシュートだ、井出が入ってきた、惜しかったですね。セカンドボール、ハイネル、瀬川から速いボール、サウロミレロ詰めていった、外れます。岩竹入っていきました、信じて岩竹が入ってきましたよね。まあ、この瞬間に止まってたら今の場面って生まれなかったと思いますけども、今前半の45分経過、追加タイムは3分です。亀川からのクロス、小川がいる、後ろから伊坂、ファーサイドに小池、中央に選手が多く集まっています。ドカボニフェース、平もいます。速いボール、平、東京ヴェルディ先制。梶川のキックが全てだと思いますけども、まあ、高さもありましたし、まあ、平の当て感も非常に良かったですよね。まあ、このボールの質、まあ、速いボールでちょうど中央のところ曲がって落ちてくるボールですけど、まあ、この平の飛んだタイミングも非常に良かったですし、まあ、流れの中でなかなかこうチャンス作れない中でどういう風に点取るかというと、やっぱりもう、まあ、関係なしにやっぱり一つのキックの質と、はい、まあ、強さ、まあ、それが見事に出た、まあ、素晴らしいゴールだったと思います。あっという間もしがチャンスだ、すぐに取り返した、伊坂全員1-1。なんかこうすごくシンプルじゃないですか、これもう長いボール1本ですよね。でそこに対してしっかりサウロミネーロが競ってセカンドボール反応して、伊坂全員思いっきりインセプトで振り抜きましたけど、反応したのが一瞬早かったですよね。アウトで残しながら、まあ、しっかりボールを叩いたと思います。まあ、キーパーの位置も見てると思います。ここで止めてパッと顔を上げてますよね。であとはボールを見てインステップでしっかり振り抜くと、長谷川ゆるく入れて伸びてきた、ガブリエルが合わせました。深澤いい立てます、佐藤亮が、森田佐藤亮が、ーローダーセン止めた、ナイスキーパー、素晴らしい反応です。やっぱ森田は運びながら顔を上げてますからね。だからその瞬間にこう背後一気に曲がってくる、ブローダーセン、オーバーヘッドだ、こぼれている、残す、クロス入って、ファーサイド、宇野カボニフェース、の選手たちがやっぱりボールウォッチャーになったところの最後背中ですから、ここは掴みづらいですよね。中、小川、ガブリエル、おお、枠を外れました、枠開けましたけど、
そらしてここでタイムアップの笛、1対1のドローということになりました。東京ヴェルディ先制、横浜FC追いついての1対1。